listening to Shibuya Cross FM。渋谷映画スクランブルの時間です。生放送でここ渋谷クロス FM サテライトスタジオからお送りしております。今日も映画アドバイザーの宮崎武さんと一緒に進めてまいります。宮崎武です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。私はこの番組を進行していきます、金井ひろみです。今日もよろしくお願いいたします。1ヶ月早いですね。そうですね、全然僕のプライベートの話なんですけど、はいはい、今月実に14年ぶりにディズニーランドに行ってきまして夢の国に夢の国に行ってきたんですけど、さすがに14年も経ってるといろいろ変わってたなと思っていて、中が様変わりして、そのファストパス並ぶ時の早めにこうなんか入れるファストパスがなくなってたり、あとなんか僕昔14年前行った時C でしかお酒飲めないって話だったと思うんですけど、ランドで普通にビール売ってて、子供たちいる中でだから普通にビール飲みましたし、あとあのスターツアーズ、スターウォーズのあれがあのエピソード7、8のが映像として新しく追加されてて、宮崎さん的に上がりますね。上がりますね。なんか昔のままで止まってたので初期6作の映像で止まってたはずだったので、はい、7、8にこうアップデートされてて、であと一番何が変わってたかって、なんかその映え写真を撮る若者ですごい、別にそれ悪いとかいう話じゃないんですけど、はいはいはい、なんかだからディズニー側もそれを狙ってなのか、なんか映え写真のなんかすごい映えそうな場所がもともとあったのか作ったのか分かんないんですけど、だからなんかアトラクションとかを楽しむっていうより、なんかそのパレード楽しむっていうより映え写真撮りまくってる人たちがめちゃくちゃいて、やっぱこの14年の時の流れをすごい感じましたね。そういうスポットになってるの一つになってるってことですね。個人的にはまあ一応映画好きとしてはそのスターウォーズがアップデートされて7、8の映像が入ってたっていうのがすごい良かったですね。私最後に行ったのいつだろう。もうそんなレベルです。今行ったらだいぶこういろいろ、もう浦島太郎状態ですね。きっと。だからちょっと次は C にトライしてみたいなと思いつつ、また聞かせてください。そうですね、まあ、けどこれでまたコロナとかなんか、もっと落ち着いていけばよりなんか皆さん行きやすくなると思うんですけど、だからなんかよりまた昔の日常というか戻ってきてくれたらいいなと思いつつ、映画館もよりなんか通いやすい状態になっていけばなって、まあ、新しい様式というか形でね、またね今まで通り行けたらね、本当ですね。はい、今日もお送りしてまいります。この放送はパソコンやスマートフォンからもご視聴いただけます。音声でお楽しみの方は 88.5MHz、 ぜひ音声でもお楽しみください。番組への感想やメッセージもお待ちしております。宮崎さんへの質問も受け付けております。アドレスは info@shibuyacrossfm.jp、info@shibuyacrossfm.jp です。よろしくお願いします。番組のツイッターもございます。メッセージお待ちしております。r_映画スクランブル、 r_映画スクランブルです。よろしくお願いします。では曲に行こうかな。曲に行きたいと思います。曲はさかなもんでペース。
早速ですけど、はい、宮崎さん今日は何を紹介していただけるのでしょうか。はい、今月はですね、はい、少し多めに5本、11月に公開される新作映画を紹介していこうと思います。まず1本目、11月3日公開、はい、恋人はアンバー、画像出ますかね。はい、出ました。こちら11月3日公開、デイビッド・フレイン監督、恋人はアンバー。あらすじからご紹介させていただこうと思います。はい、1995年、同性愛が違法ではなくなってから2年後のアイルランド、同性愛者への差別偏見が根強い田舎町で、自身がゲイであることを受け入れられない高校生エディと、レズビアンであることを隠しているクラスメイトのアンバー、家族や同級生にセクシュアリティを悟られずに平穏に卒業を迎えるため、二人は偽物の恋人を演じることに。性格も趣味も全く違う二人だったが、ぶつかり合いながらも悩みや夢、秘密を打ち明けるうちに、唯一ありのままの自分をさらけ出せるかけがえのない存在になっていく、といった、あらすじになっていまして、うん、まあ、ストーリー展開ももう本当今あらすじ読んだ通りの、作品になっているんですが、この作品ですね、このデイビッド・フレイン監督自身の実体験を元にした物語になっていまして、うん、まあ、一応その監督ご自身がおっしゃっているのは、これは私自身の話だ、実体験が大いに反映されているし、実際にカモフラージュの恋人を作ろうとしたこともある、現実にそれを体験した場所で撮影できて幸せだってい こう監督の地元で、撮影した作品になっていまして、こうなんですかね、こう今の時代こう特に若ければ若いほどその LGBTQ に関してこう理解が深かったりすると思うし、こうやって今日聞いてくださってる皆さんも偏見とか全然ないと思うんですけど、まあ、この物語の舞台は1995年、まあ、僕当時小3とかなんですけど、やっぱりこう当時、まあ、僕長野の田舎だったんで、余計にそのゲイやレズビアンとか存在自体をやっぱり知る由もなかったですし、まあ、たまたま僕がそういう環境だっただけかもしれないですけど、けどなんかこう例えば、まあ、10年前20年前、まあ、僕今36なんで、その26、16とか高校生の頃とか10年前とか思い返した時に、やっぱり今ほどの理解はなかったですし、僕はでなんかこう差別や偏見混じりのこともこう無自覚に言ってしまってたんじゃないかなとも思うんですよ、自分の中で。もしかしたら今日聞いてる人もなんかそう10年前20年前1995年を思い返した時にそんな風に思うかなとも思うんですけど、やっぱりこう今のご時世なんかこう無自覚で無配慮な発言とか、まあ、その SNS の発言とかも含めてですけど、するとやっぱり炎上とかしますし、なんていうんですかね、こう本当の意味で理解している人よりなんかこう炎上しちゃうからとか、なんかそういった意味合いでこう沈黙だったり傍観を選んでる人も多いのかなって思うんですよ。別になんか誰かを否定したいとかじゃないんですけど、でなんかそういう意味でこの作品物語の舞台がこの1995年であることに意味があるというか、その今のこの今この時代の感覚と違う1995年っていう時代設定、まあその監督ご本人のその実体験だからその当時のことなんでしょうけど、なんかそのもしその生まれた時代が時代なら、この今の若者であっても1995年に若者であったのなら、なんか劇中でこのエディとアンバーをこう虐げる側になってるかもしれないし、なんかこうなってるかもしれないっていう気づきをやっぱりこの作品見てるとなんか与えてくれると思いますし、その差別が今以上にひどかったその1995年当時を生きてた当事者がどんな気持ちだったか、どういう気持ちで生きていたか、まあこの作品あくまで映画という作り物ではありますけど、なんかその当事者たちの気持ちをこう理解するというか、こう映画を通して感じられるっていうことにすごい意義があるんじゃないかなって、この恋人はアンバー、そんなすごい重い、はい、重いっていうか、まあ、扱ってるテーマはすごい大事なことなんですけど、結構こうポップというか、こう楽しく見られる作品ではあるので、なんかその今ちょっと重めの話をしちゃったんですけど、はいはい、そんな気構えず見てほしいんですけど、けどやっぱりなんかこう見てて戒められる部分はもちろんあって、
なんかこう自分にとっての普通がこう世間の定める普通と違った時ってやっぱりなんか選択を迫られると言いますか、その自分の普通を貫き通すか、こう世間の普通に合わせるかっていうなんか選択を迫られると思うんですけど、なんかこう現代だったらこうネットだったり SNS でいくらでも仲間とかこう力になってくれる人を見つけられると思うんですけど、やっぱりその1995年で、まあしかもこの物語の舞台はその田舎なんですけど、そういうとこだとやっぱり仲間を見つけることも難しいですし、なんかこうなんかそういう自分の隠しておきたい部分がバレることでなんかこう村八分にされてしまうような時代で、こうだからなんかそういう時代の中でこう自分たちのセクシュアリティを隠してこう理想の恋人をこう演じながらこうなんていうんですかね、こう2人がこう育んでいくその連帯の絆というか、こう嘘偽りのない自分の心と向き合っていく姿にこうすごい胸打たれる作品になっているので、あのぜひ何ですかね、もうあの偏見ない人もそうですし、まあ自分が偏見あるって分かってる人がまあ見るってことはないとは思うんですけど、たとえ偏見なかったとしても自分がそういう偏見がこう当たり前になんかまかり通ってた時代に生きてたらどうなってたんだろうとかっていうなんかこう考えさせてくれるものもあるのかなと思うので、ぜひこの恋人はアンバー、あの見ていただけたらなと思います。ありがとうございます。はい、恋人アンバー11月3日公開です、ね、そうですね、11月3日公開ですね。東京は東宝シネマズシャンテ、東宝シネマズ新宿ほか、全国の劇場で公開です、はい、ぜひ皆さん恋人アンバーチェックしてみてください。はい、じゃあちょっと今日本数多いのでガンガンいきますね、お願いします、はい、じゃあ同じくこちらも11月3日公開、はい、犯罪都市ザ・ラウンドアップ、先ほどの恋人アンバーとはまた全然、ま、違う テイストが違うし、最近結婚の発表が出た、まあはい、ドンソク主演の映画になるんですけど、はい、こちら犯罪都市というあの2018年に日本で公開した映画の続編となっておりまして、ご覧になられてます前作？見てないです。あの前作面白いのでぜひ見てほしいんですけど、一応前作がですね、現在ネットフリックス、アマゾンプライム、ユーネクストとかいろんなサブスクで配信されてるので、まだあの1作目ご覧になってない方、ぜひ1作目見た上でこちら11月3日公開の続編ご覧いただきたいんですが、まず簡単にあらすじご紹介いたします。韓国クムチョン署協力班に犯罪者の引き渡しのためにベトナム行きの任務が命じられる、まあ、そのこの、まあ、ドンソクたち警察官なんですけど、まあ、その彼らがいる、協力班っていうところに、まあ、ベトナム行きの任務が命じられまして、向かったのは強引な捜査で世間の目を集めがちな型破りな刑事、まあ、ドンソク演じるマ・ソクトと、頼りない班長チョン、そこで明らかになったのは冷酷な凶悪犯罪者カン・ヘさんの存在とカンが起こした誘拐事件だった。まあ、ソクトは持ち前の正義感から現地警察の制止を振り切って強引に捜査を開始するが、その先に想像を絶する死闘が待っていた、ということで、あの前作ご覧になられてないからちょっとピンとこないかなとは思うんですけど、まあその前作がですね、一応その2004年に韓国で実際に起きた事件を元にした作品だったんですけど、その警察と暴力団とチャイニーズマフィアの三つどもえの戦いを描いた、その2004年に実際に起きた事件をもとに描いたのが前作犯罪都市だったんですけど、今回ですね、前作から監督が変わっているのと、その前作実話ベースだったのが実話ベースじゃなくなっているっていう点から、僕ちょっと見るまで不安だったんですよ。なんか前作の良さが失われてしまってるんじゃないかって。でただ今回こうしてご紹介するっていうことは、それは杞憂だったっていう話なんですけど、本当に前作の本当に前作面白いんですよ。その三つどもえのなんて言えばいいんですかね、そのよくある韓国映画のその警察犯罪者もののなんかハードな感じではなくて、ちょっと楽しさもありつつ、
はい、けどチャイニーズマフィアがとんでもないやばいやつでそのなんか暴力描写とか結構えげつないアクションとか作品なんですけど、その前作の良さ、その登場人物のキャラクター設定だったりをうまくこう継承しつつ、はい、前作は韓国だけが舞台だったのが韓国とベトナムにまで拡大していて、でその本当に前作のチャイニーズマフィア、本当最後に戦うボスみたいなやつが本当にとんでもない悪党だったんですけど今回もそれに負けず劣らずのこのポスタービジュアルの左側に映ってるやつが出てくるのと、まあそのまあドンソクマブリー、マブリーっていう愛称があるんですけど、僕まあドンソク大好きなんですけど、マブリーのこのもうたくましい丸太のようなこの腕でこう敵と戦うっていう、この銃を使わないんですよ、この韓国の警察、この作品の全部この肉弾戦で、それはなんかそれでなんかいいですね、面白いというかこだわってきっとね。だからその前作も面白かったんですけど、その今作でその実話設定とかいろいろなくなっちゃって、なんかちょっとフランチャイズ化というかしちゃってる感はあるんですけど、けど前作楽しめた方なら今回もちゃんと楽しめるんじゃないかなっていうので、あのまだ見てない方、1作目今のうちに見てもらって11月3日迎えてもらいたいのと、この作品韓国で本当に人気で、あーそうなんですね、すでにもう3作目もう撮影入ってもう終わってるのか分かんないんですけど、で3作目の敵が、あのヤクザなんですけど、そのヤクザ役で青木宗隆さんが出演するんですよ。そうなんですか。だからもう3作目も決定してるから、この2作目公開前の今こそサブスクでめちゃくちゃ配信されてるので、1作目見てもらって11月3日のこのザ・ラウンドアップも見てもらって、で3作目そうですね、ヤクザ役で青木宗隆さん出てくる3作目も見てもらえたらなと思います。なるほど、人気シリーズなんですね。そうですね、本当にまずは1作目本当に面白いので見てもらえたらなと思います。というわけでこちらも同じく、11月3日公開、犯罪都市ザ・ラウンドアップでした、はい、ぜひチェックしてみてください。東京は東宝シネマズ新宿ほか、東京の劇場で全国順次公開です。それでは後半に行く前に曲を1曲かけて、後半引き続き宮崎さんに映画ご紹介いただこうと思います、はい。では曲でデルガドスで、エブリバディカムダウン。
さんからのメッセージ引き続きお待ちしております。宮崎さんへの質問やメッセージも受け付けております。アドレスは info@sibuyacrossfm.jp、info@sibuyacrossfm.jp です。よろしくお願いします。じゃあ宮崎さん引き続き、はい、残り3本あるので、はい、どんどん紹介していきますね。はい、お願いします。はい、続いては、こちら11月4日公開、うん、桜色の風が吹く、はい、こちらがですね、9歳で失明、18歳で聴力を失いながらも、盲ろう者として世界で初めて大学教授となった福島聡さんと、その母である福島玲子さんの実話を描いた物語になっていますが、この福島聡さんご存知ですか？ないです。僕も見るまで存じ上げなかったんですけど、まあ、であとこの作品小雪さんが12年ぶりの主演作ということで、ちょっと僕本当昔小雪さんの作品すごい好きだったので、なんか小雪さんが主演っていうだけでちょっと惹かれてみたらすごいいい作品だったので、ぜひご紹介させていただければと思うんですが、まずあらすじご紹介いたします。教師の夫、3人の息子とともに関西の町で暮らす玲子。末っ子のサトシは幼少の頃に視力を失いながらも家族の愛に包まれ、持ち前の明るさで天真爛漫に育つ。やがて玲子の心配をよそにサトシは東京の盲学校に進学、親友もでき高校生活を謳歌、淡い恋もする。たまに彼から届く手紙といえば、玲子が苦心した点字翻訳に難癖をつけてくる生意気ぶりだ。だがサトシは18歳の時に聴力も失う。暗闇と無音の宇宙空間に放り出されたような孤独にある息子に立ち上がるきっかけを与えたのは、玲子が彼との日常から見出したある新たなコミュニケーションの手段だった。勇気を持って一つ一つ困難を乗り越えていく母と息子の行く手には、希望に満ちた未来が広がっていく、といったあらすじになっていまして、まあ、先ほど言ったこの福島聡さんとその母である小雪さん演じる福島玲子さんの実話を描いた物語になっていまして、まあ、そのストーリー展開的にはその、まあ、先ほどあらすじにもあったその指点字っていうその新たなコミュニケーションの手段、まあ、この福島玲子さんが発案したものらしいんですけど、まあ、それをこう見出すところまで、かつその聡さんがその高校生の時の姿までしか描かれていないから、その個人的にはその後どうやって大学教授にまでなっていったかを見たかったのが正直なところなんですけど、なんかそれを差し引いてもいい作品だったなと思っていて、なんて言えばいいんですかね、その目が見えない、耳が聞こえないっていう、であと目も耳も、目が見えず耳も聞こえない、ダブルでっていうのを、なんか自分がそうなった時にって、こう例えば今目つぶってとか耳塞いでとか瞬間的になら味わえますけど、それでこう日常を過ごしていくっていうのはやっぱりイメージ湧かないじゃないですか。まあ、実践すればいいだけかもしれないですけど、それが一生って考えるとやっぱりわからないと思うんですよ。で、なんかこうなんでしょう、こう繰り返しのこう日常の中ではこう知り得ないことだったり、こう感じ得ないこと、なんかそれらに触れさせてこういろんな感情を湧き起こしてくれるのが、なんかこう映画の醍醐味の一つだと思うんですよ。別にそれが全てじゃないですけど、だったりなんかそういう人生の可能性をなんか感じさせてくれるのが映画の醍醐味だと思うんですけど、そういった意味でこの作品はそういった醍醐味がすごい詰まっている作品だなって思いますし、なんかその福島さん、聡さんのその高校生までですけど反省を通して、なんか自分自身の人生を見つめ直すといいますか、誰に支えられて自分がここまで生きてきたのかとか、なんかこうなんですかね、その実際にその耳が聞こえないとかっていうその状況は違うんですけど、サトシさんとは、けどやっぱり僕たちがこう子供から大人になっていくまで、こう誰に助けられてどういう人たちと出会って生きてきたのかとかを、なんかこの作品見ていく中でこうすごいなんか見つめ直すことができたし、その実際に目が見えない人、耳が聞こえない人、目が見えず耳が聞こえない人がどうやって日々生活してるのか、
でそういった人を家族に持つ人がどういったこう感情を抱くのかとか、まあ、これもやっぱりさっきと一緒であくまで作り物の世界ですけど、はいはいはい、けど作り物とはいえやっぱりいい作品であればあるほどにその本物の感情を描いてると思うので、なんかそういうのを疑似体験させてくれるっていうのがやっぱり映画の良さだと思いますし、なんかそういった部分をすごい強く感じさせてくれるこの桜色の風が咲くという作品なので、なんて言えばいいんですかね、そのさっきの犯罪都市とかみたいななんかわーとかそういう映画でもないですし、なんか恋人アンバーみたいなちょっとその青春要素も入ってるような映画ではないんですけど、なんかそういったこう普段の自分の日常生活の中では感じえない経験疑似体験をさせてくれる映画という意味ではすごくおすすめなの で監督こちら松本潤平監督の作品なんですけど、前作が 3,4 年前、もっと前かな、パーフェクトレボリューションっていうリリー・フランキーさんとかが主演の作品なんですけど、僕これすごい好きだったから多分これもよりハマったとは思うんですけど、パーフェクトレボリューションもしお好きな方いたらぜひ今回も同じ松本監督の作品なので見てほしいですし、小雪さんの久々の主演作ということでそちらでも注目していただければなと。今回もリリー・フランキーさん出てましたよね。あ、そうですね、あのメインではないんですけど医者役でちょっとなんか信用できない医者役で本当になんか多彩ですよね、リリーさんは演じる役柄も。からちょっとこちらぜひ実話っていうのも踏まえてご覧いただければなと思いますし、本当いい作品なのでこちら、11月、4日から渋谷はユーロスペースで公開されますので、ぜひチェックしていただければと思います。はい、松本潤平監督の桜色の風が吹くですね、ぜひ皆さんチェックしてみてください。あと1本紹介しちゃいましょうか。あと1本紹介、了解です。残り2本あるんですが、じゃあもう1本続けていっちゃいますね、はい、お願いします。じゃあ今度ちょっと日が空いて11月18日公開、はい、18日、はい、こちら出ますかね、はい、ある男、ある男、はい、こちら芥川賞作家平野啓一郎さん原作の、作品になるんですが、あらすじご紹介させていただきます、はい、妻淵聡さん演じる弁護士の木戸はかつての依頼者である安藤サクラさん演じる理恵から亡くなった夫久保田正隆さん演じる大輔の身元調査という奇妙な相談を受ける。理恵は離婚を経て子供を連れて故郷に戻り、やがて出会う大輔と再婚、そして新たに生まれた子供と4人で幸せな家庭を築いていたが、ある日大輔が不慮の事故で命を落としてしまう。悲しみに暮れる中、長年疎遠になっていた大輔の兄京一が法要に訪れ遺影を見ると、これ大輔じゃないですと衝撃の事実を告げる。愛したはずの夫大輔は名前もわからない全くの別人だったのだ。大輔として生きたある男は一体誰だったのか、なぜ別人として生きていたのか、ある男の正体を追い真実に近づくにつれて、いつしか木戸の心に別人として生きた男への複雑な思いが生まれていく。といった、本当にその安藤サクラさん演じるその女性の夫がある日事故で亡くなってしまうんですけど、亡くなった後にその夫だと思っていた人が実は全くの別人だった、偽名を使ってたってことですよね。でその夫は本当は誰だったのかっていうのをその弁護士妻淵さん演じる主人公木戸に依頼をしてくる。でその妻淵さんがその男の正体を探るっていうお話になってるんですけど、今回紹介する5本の中では僕個人的にはこれ一番良かったなって思っている作品なんですけど、どうしようかな、なんかあんまりストーリー展開話しすぎるとなんかネタバレというか楽しみに奪っちゃうんであれなんですけど、まずその、2時間の映画として序盤30分がそのリエと大輔、その安藤さんと、久保田さんのその2人の出会いからその夫が亡くなってしまうまでをとても丁寧に30分描いてるんですけど、
もうその描き方人間模様がまた良くて、まあ、なんならその2人の出会いから、はい、その死んでしまうまで2時間でもいいんじゃないかぐらいの2人のまずその出会いとかがすごいいいんですけど、丁寧に描かれてるんですね。でその30分そこで描いた時点でようやく妻夫木さんが登場して、はい、男の正体を探るこう旅に出ていくっていう展開になっていまして、でなんですかね、やっぱりその男の素性を探る、うん、こう男は一体何者なのかっていう謎が掲げられていることで、うん、こう観客を引き込む求心力がずっとこう維持されていくから、はいはい、ずっとなんだろうなんだろうって思いながら物語に没入していけますし、それをこう探っていくのが、その観客と同じ第三者的立場にある木戸、久保塚さんじゃないや妻夫木さん演じる木戸なので、なんかその序盤の30分が本当に素晴らしいからこそ、そこで全く関係ない妻夫木さん木戸が出てきて、でその木戸の立場がやっぱり第三者観客と同じだから、より男の正体何なんだろうっていうので引き込まれていく、その描き方ストーリー展開もすごいなんか面白いですし、で何ですかね、そのなんか僕たちこうなんかついこう物事をシンプルに捉えがちだと思うんですけど、例えばまあさっき言ったなんか炎上したらもう炎上した人だと思って捉えちゃいますし、なんかニュースでなんか事件起こした人見たら、まあ実際なんか事件起こしてるから悪い人だとは思うんですけど、なんですかね、その見る角度だったりこう触れる箇所だったりこう関わる時間次第でなんかこう受け取り方でこう変わってくると思うんですよ。なんかもっと本当に物事って多角的だし多面的だと思うんですけど、やっぱりこうなんかシンプルに簡単だからこう自分の楽な方に受け取りがちだと思うんですよ。でやっぱりこの自分の身元を隠してた男に関してもこう例えばもしニュースとかで聞いたらもうなんかそれだけで終わりだと思うんですけど、やっぱりこの木戸が探っていく中でやっぱりその男にはいろんな事情があって、こういろんな過去があって、そういう経緯にこうなんかそういう自分の素性をこう大輔っていう人名を別の人物を名乗ってるっていう結果に至ってるんですけど、やっぱりなんか何ですか、現実だと僕たちはそこら辺までこう深く掘り下げようとも思わないですし、よほど自分に関連のあることじゃない限り、なんかこの奥さんが依頼を出すように自分のこう大切な人だったりしない限りそこまでこう掘らないんですけど、なんかそうやってその大輔と名乗ってた男のある男のこう真実を探っていく木戸の姿を見ていく中で、なんかいろんな気づきが溢れているといいますか、で、まあ、もちろんその物語の終盤ではそのある男が何者だったのかとか、なぜそうやってたのかとか分かるんですけど、なんかその見て終わりじゃなくて見終えてからも続くというか、自分の実人生の中で他者と関わる上でとか、まあ、そういった物事に触れる上で、なんかその簡単に受け取るんじゃなくて、まあ、その見終えた後ぐらいしかそういう気持ち持続しないとは思うんですけど、僕ももう多分この作品見て1ヶ月ぐらい経ってるからだいぶ自分の楽な受け取り方ばっかりしちゃってるとは思うんですけど、なんかそうやって見て終わりじゃなくて見終えた後さえもこうなんか影響を及ぼしてくれる、なんかこの作品が僕はすごい良かったなと思っていて、もっと話したいんですけど物語の内容触れちゃうからあんまり話せないんですけど、なんかやっぱりこうやって見て終わりの作品ももちろんいいですし、それで楽しかったリフレッシュとかっていう映画ももちろん大切だし需要もあるしいいんですけど、なんかこう見終えた後のこう自分の生活にまで、なんか思考にまでこう影響を及ぼしてくれるっていう意味合いのこのある男、とてもいい作品だなと思いますので、あのぜひ皆さんご覧いただければと思います。楽しみですね。良さそうですね本当に、ある男、石川慶監督、11月18日公開ですね。はい、はい、渋谷はユーロスペースかな、あ、いや、こちらヒューマックスシネマですかね、渋谷はね、はい、とか全国公開される作品になりますので、はい、ある男、ぜひご覧いただければと思います。ぜひチェックしてみてください。ありがとうございます。
では1曲かけて、もう1本ご紹介いただきましょうか。はい、はい、では曲で、太鼓スーパーキックスでメニーシェイプス。曲は太鼓スーパーキックスでメニーシェイプスでした。
宮崎さん、はい、もう一本今日ご紹介いただけるんですよね。はい、はい、ラストがですね、うん、ある男と同じ11月18日公開、はい、ザ・メニュー、はい、ザ・メニュー、こちらあらすじをご紹介させていただきますね、はい、世界で最も予約の取れないレストラン、うん、ホーソン、すべてを美食のために捧げるこのレストランのチケットを獲得したのは著名料理評論家、人気映画俳優、エンジェル投資家など選び抜かれたゲストたち。天才的な、センスとカリスマ性に満ちた伝説のシェフが振る舞うのは芸術的なまでに美しく完璧なコース料理の数々。しかしそこには想像もできないサプライズと思いもかけない結末が添えられていた、うん、といった、作品になっていまして、はい、こちらもですねあんまりストーリー展開話せない作品というか、話しちゃうと楽しみが半減しちゃう作品になってるんですけど、まあその選ばれし者だけが訪れることのできる高級レストランで、あの振る舞われるそのコースが実は狂気のフルコースだったっていう、どんな狂気なんだろう、はいはい、だからそのもしかしたら、はい、まあ、僕見ながらそうだったんですけど、はい、これホラー映画なのかなって思っちゃったり、なんか地獄のデスゲーム的な、はいはい、その本当に孤島にあるそのもう選ばれた人しか来ることができないレストランで、もう船がなきゃ脱出できないレストランで閉じ込められて、そのもう狂気のフルコースを振る舞われるんですけど、途中までなんかこれホラー映画なのか地獄のデスゲームを見せられてるのかなって思ったんですけど、実は全然そういうジャンルでもなくて、なんか徐々にこう作品の本質が垣間見えてくるタイプの作品で、そこをあんまりこう言わない方がいいから今どういう塩梅で言うか悩んでるんですけど、けどなんかこう描かれているのは料理に関してなんですけど、料理が扱われる作品なんですけど、なんかこう例えばこうして僕がなんか映画これが良かったですとか、なんか評価することであったり、なんかこう何でもいいんですけど、なんかこう日常のありとあらゆることに該当することを、なんかその絶海の孤島でこう料理を振る舞われるそのゲストとその料理人たちの人間模様を通して描いていて、なんですかね、なんかこう例えばこう出された料理があります、熱々です、はいはい、でまあ、さっきのディズニーの話とはまた別なんですけど、なんかその撮ることに夢中になっちゃったり、SNS にアップすることに夢中になっちゃったりして冷めちゃうじゃないですか。本当に一番美味しい時間を逃してると思うんですよ。で料理にはやっぱりそれを食べてもらいたいわけじゃないですか。でけどこっちは載せたいから、こうなんかどんどんこう鮮度が落ちていくと思うんですけど、なんかなんて言えばいいんですか、そういうことだったり、今のいい例か分かんないんですけど、そういうことだったり、こう相手のこう職歴、経歴とかを見て態度を変えてしまうとか、なんだろう、なんかその本来あるべきこう他者との関係性、まあその関係性によっては対等じゃないっていうこともあるとは思うんですけど、なんかこうフェアな関係性であるべきなのにそれを守れないとか、なんかこう果たすべき義務があるのに果たさないとか、払うべき敬意を払わないとか、なんかこう自分の地位だったり金だったりこうエゴにとらわれて見失ってしまいがち なんか大切なことを、なんかこの料理を振る舞う側と料理を食べる側で、そのまあさっきあらすじにもあったんですけど、料理評論家だったり、その売れてる、あ、いや実はあんま売れてない俳優なんですけど、その過去の売れた俳優だったり、その IT の金持ちたちだったり、なんかこう一癖ある客が呼ばれてるんですけど、なんかその人たちに対してこう料理を出すっていうことを通して、なるほどね、なるほどね、ちょっと見えてきました。あんまり内容話せないんですけど、なんかそういった、これはあくまで料理で描いてますけど、全然僕らの日常に置き換えられるし、ちょっと皮肉みたいな感じかな、きっとね。なんかこれ今回あれですよね、これアダム・マッケーが制作で入ってますよね。なのでなんかちょっとこうそういう風刺してるわけではないけれどもね、そういう現代のいろんなことに対するなんか疑問を投げかけて、問題提起だったり、
テーマというかが料理というか一つ素材が料理っていうところを使って表現してるちょっと豪華なエンタメみたいな感じかな。だから本当になんか戒められると言いますか、はい、僕もちゃんと責任持って映画紹介してるつもりですけど、うんうん、なんかこういろんななんかこうしがらみとかが混じってきて揺らいでしまう時とかもありますし、なんかそういうであとそういう人と関わる上でとか、なんかそういうとこをなんかこれもまた見つめ直すきっかけというか与えてくれる作品だと思いますし、まあ、あと多分あなんてだから本当になんか最初ホラーとか地獄のデスゲームと見せかけて結構そういうなんか深い部分まで描いてる作品なので、面白そうですね。そうですね、ザ・メニューあんまりストーリー展開言わないんですけど、楽しみ減っちゃうと思うので、けどやっぱりあの安心して見てもらえたらなと思います。こちらザ・メニュー、こちら渋谷は渋谷シネクイントで公開されますので、11月18日からですね、はい、はい、ご覧いただければと思います、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。いい感じの時間に、ね、なってきましたね、はい、ちょうどいいです、この放送は YouTube でもご覧いただけます。 YouTube で渋谷クロス FM と検索してみてください。宮崎さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。今年もね残すところあと2回ですよね。そうですね、あっという間ですね、いつの間にか本当にねえ、ちょっとまたね年末年始もちょっとどんな映画がね、うん、ラインナップするか楽しみだなとは思ってるんですけれどもね。あとは劇場にねちょっとこう来年はね普通にねこう足を運べるような状況になってるといいかなとは思っております。次回の放送は11月の27日です。また第4日曜日の夜にここ渋谷クロス FM でお会いしましょう。宮崎さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございます。